皆さんこんばんは。こんばんは。本日は沖縄祖国復帰40周年の、祝賀会にこれだけ多くの方お集まり本当にありがとうございます。私に とりましてこの沖縄祖国復帰40周年のお祝い、これを沖縄だけではなく東京本土でもやるということは非常に念願でありまして、今日は戦後の日本の歴史にとって実は非常に歴史的な瞬間に今私たちはいるんだというふうに思っております。ありがとう。だからと申しますと、40年前、私小学校2年生で、ありましたけれども、その頃の沖縄の復帰運動、これは実は純粋でないものが混ざり込んでいたというのが今になって分かったからであります。今日本がこの国難に際して沖縄と本土がこの40周年の記念にもう一度本当の意味での精神的な復帰運動、祖国復帰として一体とならなければ日本は未来がないという危機感をずっと持ってまいりました。私が小学校2年生の時、今まで私はお年玉を実はドルでもらってたんですね。ドルをもらって5セント10セントの小遣いをもらっておりました。それが5月15日、それから3日間でこの3日間でドルを全部円に切り替えました。これはなかなか生活をしていて非常にショッキングな出来事なんですけれども、初めて日本のお金を見た時、私は非常におもちゃみたいだなというふうに実は思っておりました。なぜなら5円玉には5って漢字が書いてあるんですね。10円玉には10って数字が書いてあるんですが、ドルにはそういう数字は実は書いてないんですね。もう一つ穴が開いていて、この穴何って聞いても誰も答えてくれないような、そういう、本当に学校では、教科書は実は復帰前から日本と同じ教科書を栽培使ってました。鉛筆1本5円、消しゴム何円ってやってましたが、5円って 何セントになるのって聞かないとピンとこないんですね。それが復帰をすることによって日本人と同じ感覚でようやく生活ができるようになったと、これが子どもの目から見た復帰です。そのように日本と一体になっていいことがあったんですけれども、実はその裏では大きな問題も実は潜んでいたというのが大人になって分かってきました。実は私は沖縄中学校を卒業して自衛隊に入ったんですけれども、陸上自衛隊少年国家学校という学校を受けました。沖縄ではなかなか通る方がいないところなんですけれども、中学校の先生に、じゃあ私は陸上自衛隊少年国家学校に合格をして、行くことになったんだということを報告をしました。その時に返ってきた言葉がどういう言葉かと言いますと、お前人殺しの練習しに行くんだけど本当にいいのかということを真顔で言われました。いや国を守りに行くんですと、でも結局は人殺しをしに行くんだろ、人殺しの練習をするんだといいのかというような、そういう沖縄が復帰をした前後、これが実は沖縄では一番左が強かった、左の政治が強かったんですね。これが不思議で不思議でしょうがなかったんですけども、最近勉強して、分かることがありました。これを象徴する出来事が実は、ありました、今日こういうものを持ってきたんですけども、これ沖縄祖国復帰記念メダルというものです。ちっちゃくてカメラでも見えないと思いますので、これちょっと拡大して持ってきました。沖縄祖国復帰記念メダル、これ復帰をした時に、内閣府が沖縄の小中高生に20万枚配ったんですね。それを教育委員会はこともあろうか、これを回収指令を出したんです。回収指令を出しました。なぜ回収指令を出したかというわけがわからないじゃないですか。それをさらにこの沖縄祖国復帰協議会というのが復帰運動をやったんですけども、これの中心が実は今でいう沖教組、沖縄教職委員会だったんですね。この沖縄教職委員会復帰運動の中心になった団体は何者だというのを調べて、資料を見つけました。1969年の復帰運動の目標というのがあります。それの基本目標4本あります。1番目、対日平和条約第3条の撤廃、これサンフランシスコ平和条約の第3条で沖縄は米軍の植民地になることが決まりましたので、これを撤廃すると、これは全く問題がありません。2つ目、日本国憲法の適用、これも同じ日本国民として日本国適用の、それも問題はありません。で、問題は3番目と4番目です。復帰運動の目標の3番目、軍事基地撤去、米軍基地撤去、これを祖国復帰協会の基本目標の3番目に謳ってたんです。で、4番目、これはもう、姿を現しています。
日米安保条約の廃棄、これを沖縄祖国復帰協議会は運動の目標としておりました。結局沖縄の復帰運動、これを先導した沖縄祖国復帰協議会、これは日米安保闘争の集団だったということが判明をしたわけです。そしてこの運動が今も実は沖縄では続いております。一番わかりやすいのが辺野古のテント村です。辺野古のテント村は結局のところ辺野古の住民一人もいません。来てるのは本土から来たわけのわかんない人たちです。そして結局は安田講堂、三里塚にこもった人が今辺野古にこもってるわけです。で、辺野古の区長から、先週名護に行って、ある資料をもらってきました。辺野古の区長がキャンプショアブの辺野古の区長ですね、辺野古漁港テント村の撤去についてということで名護市長に要請文を出しております。名護市長稲嶺進殿、辺野古区は再三にわたり上記要請を行ってまいりましたが、当支局テント村など代表者との話し合いの折り合いがつかず撤去移転どころか何も変わらない状況であります。よって当区では拡大行政委員会を緊急に開き、区民による撤去署名活動を行い、一日も早く現在の場所から撤去移転することを決議し、区民が自由に海岸通りを散策できる環境を取り戻したと思い、テント村撤去に対する署名を持って撤去要請としますと、辺野古村の区長が本日の発表をします。ところが撤去できるかと思ったら撤去できないんですね。なぜか名護の市長の稲嶺市長が何を言ったかというと、集会の自由、表現の自由により撤去することは難しいから話し合いでやるということを言っております。じゃあこの名護の市長どうやって決まったか、これも調べました。こういうものがあります。名護の市長を応援する、チラシではありますが、これどの団体が出しているか、安保破棄中央ファックスニュースというのがあります。どこが出しているかといいますと、安保破棄中央実行委員会、住所東京都千代田区三崎町 2-11-13 に安保破棄中央実行委員会となって、必ず稲嶺さんの勝利をというふうにやっております。そしてそれが選挙が始まると名護市長選必勝ニュースというのに変わりました。ここで、いろいろ選挙運動を書いておりますが、ここに聞き捨てならない言葉が書いております。現地闘争本部というのが書いてあります。名護の市長選が現地闘争本部で、この運動をやっているところに安保破棄中央実行委員会、安保破棄沖縄統一連、こういう人たちが選挙運動をやって通したのが今の名護市長なんです。これは名護市長は安保闘争だったということがこれで証明されたというふうに思います。このように今の沖縄には左翼がどんどんいきます。この間の宜野湾市長選も大和からたくさん人が来ております。これをそのまま放っておいていいのかと、私はここで今日一番訴えたいことです。沖縄は左翼が40年間好き放題してきました。この祖国40周年の今日を皮切りにして、沖縄から左翼を追い出す運動をぜひ皆様でお願いします。沖縄は決して日本軍の被害者でも米軍基地を押し付けられている被害者ではないということを言いたいと思います。被害者という言葉は私は好きではないんですが、今日はあえて言わせていただきます。沖縄は本土から来た左翼の被害者だということを言いたいと思います。今日をきっかけに沖縄からまずはこのテント、これを追い出しましょう。そして沖縄の左翼の人たち、本部は東京にあるんです。沖縄の人たちが基地反対と言ってるんですが、中央の指揮所は東京にあるんです。これには騙されてはいけない。沖縄に行って沖縄の人たちと一緒になって、沖縄から左翼を追い出し、そして沖縄を、左翼がいなければ沖縄は平和の島なんてなりません。反戦平和の島になりません。沖縄は普通で左翼が来なければ当然先森の島になる島なんです。この40周年のもう一回精神的に本土と一体となって、日本は主権を回復をして、中国から日本を守り、アジアから中国共産党の脅威からアジア全体を守るような日本づくりをしてまいりましょう。お願いします。